現代社会は急速にデジタル化が進み、インターネットなどの情報技術を活用したサービスの普及が進んでいます。総務省の調査結果によると、インターネットの利用率は20代から30代で 99% の人が利用しています。高齢者の利用については、60代は 91% 程度にまで増えていますが、70代で 74% 程度、80代以上では 58% 程度となっています。今回のクローズアップナウでは、高齢者自身が情報通信機器を使って人との交流、最新の情報を得られる取り組みをご紹介します。春日健やかテラスで開催されているのは、60歳以上の市民を対象とする初めてのスマホ体験講座です。講座の内容は基本的なスマートフォン操作のほか、インターネット検索の方法、端末のカメラの使い方、地図アプリの使い方などです。三浦さん、高齢者もインターネットを利用する方が大きく増えていると思いますが、インターネット利用について年代によって何か違うことはありますか？総務省の調査によると、高齢者を含む全ての世代がメールの送受信や情報の検索のためにインターネットを利用されています。一方、若年層ではそれらに加えて無料通話アプリやソーシャルネットワーキングサービス、いわゆる SNS を使ったコミュニケーションの手段として利用されることが多くなっています。最新の情報が入手できますし、お互いがインターネットを通じて交流できるので便利ですよね。でも高齢者にとっては使う難しさや予期せぬサイトへのアクセスなどが心配で、利用することに抵抗がある方も多いですよね。そうですね。スマートフォンなどの情報通信機器が高齢者にも普及してきていますが、さまざまな機器や通信手段を使ってみたいと思うような興味関心を引く内容と一緒に、使い方の例や安全性について体験を通してお伝えできれば、高齢者も使い慣れて利用する方がさらに増えていくのかなと思います。そこで情報通信機器の使い方を理解したいと思われる方のために、スマートフォン講座が開催されているんですね。では今、地図、カメラ、動画とやってまいりましたが、皆さんここまで使ってみていかがでしたでしょうか？スマホを使いこなしたいと思って、はい、皆さんね、若い方上手に使っていらっしゃるので、自分もそのようになりたいなと思います。ガラケーからスマホに変えたばっかりで、使い方は、ほとんど分かってないんで、正確に覚えて、仕事とか、趣味に生かしたいんでね。大変役に立ちました。ありがとうございます。皆さん、おはようございます。高槻市役所長寿介護課の作業療法士の阿部です。今日もますます元気体操、一緒にやっていきましょう。今日はまずストレッチ体操からやっていきたいと思います。ストレッチ体操は高齢期に硬くなりやすい筋肉を柔らかくする体操です。長寿介護課ではオンラインでますます元気体操という取り組みも行っています。三浦さん、どうしてオンライン教室を始めようと考えられたんでしょうか？新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、公民館などの施設でますます元気体操に取り組んでいたグループの方の多くが活動できなくなりました。そこで初めは体操動画を市のホームページ上で配信して、ご自宅で取り組んでいただくようお知らせしました。ご自分のタイミングでできる便利さはあるんですが、一人で続けることは難しく、今まで当たり前だった仲間とお話しする機会がないままでは気分が沈んだり、
心身の健康を保てなくなる可能性があります。そこで集まらなくても一緒に体操ができる方法としてオンラインでの教室を開催してみようと考えました。この教室はオンラインでの参加でしたけど、自宅で一人だけで体操しているのとは違って一体感があって新鮮でした。またオンラインでの教室ですから最後に質問できるのもいいですよね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。質問や感想はありますか？はい、今回初めてオンラインで参加させていただいたんですが、とても分かりやすかったです。体操は続けることが大切なので、今後もオンライン教室受けてくださいね。はい。最後に質問や感想などの時間を設けています。これまでに実施した教室の参加者からは、場所が離れていても一緒に体操している気分を味わえて楽しかったといった感想をいただいています。カメラ越しにスクワットなどの姿勢の確認を質問してくださってもいいかもしれません。私たち職員も皆さんと一緒に体操できるのが素直に楽しいなと感じていますので、今まで体操したことがない方もぜひご参加ください。ではオンライン教室への参加方法を詳しく教えてください。オンライン教室はシスコ WebEx ミーティングスで開催しています。次のいずれかの方法で参加できます。パソコンの場合はシスコ WebEx ミーティングスにアクセスします。各回のミーティング番号とパスワードを入力してください。スマートフォン、タブレットなどの場合はアプリのシスコ WebEx ミーティングスをインストールして QR コードを読み取ります。それぞれの場合も職員が入室許可の操作をするまでお待ちください。これでオンライン教室に参加できます。参加する上で注意することはありますか？入室した際は必ず音声が消去、ミュートになっていることを確認してください。質問の時はマイクの音声を入れてくださいと職員がお伝えします。また講座の録画、録音は禁止です。情報通信機器が使えるようになると、今回のようなオンライン介護予防教室にも参加できますし、インターネット利用によってさまざまな人や団体とつながることができますよね。はい、電子書籍や動画サイトの活用で文化的な面も充実させることができるようになります。さらにご自身の健康増進に関する情報も多く取得できます。そうですよね。また災害発生時には国や地方公共団体から発信される正しい最新の情報を時間や場所問わず得ることができますから、これからの社会に必要不可欠ですよね。そうですね。皆さんの生活を支え、さらに楽しみや生きがいが見つかるきっかけが広がるのではないかなと思います。ぜひ多くの方に活用していただきたいなと考えています。高齢者に対する ICT 利活用支援の取り組みは、新たな ICT 利活用者を増やすだけでなく、支援を受けた側の人たちが支援をする側になるということにもつながります。高齢者同士や他の世代との新たな交流が生まれ、心豊かな生活を作り出す場になっていくのではないでしょうか。